松尾助隆は、日本の作曲家、指揮者、音楽プランナー。専属学園音楽大学 S、マップス専属学園プレップスクール校長、教授。東京都生まれ。東京芸術大学卒業、同大学院修士課程修了。第1回元王と作曲新人賞入選、第3回日仏現代音楽、作曲コンクール特別賞、1988年。 ACL 青年作曲賞第1位、1989年、Impressions of h o 還元楽曲コンクール第1位、平成5年度村松賞、イッサムワールドミュージックデイズ1992、ワルシャワ大会入選、1999年、別宮賞受賞など受賞多数。ACL 音楽祭、香港フィルケーキ演奏会、イッサムワールドミュージックデイズ、ワルシャワ大会、 インターリンク92、東京サウンズプラッシュ92、台北国際打撃学説、リスボングルベンキュアン管弦楽団定期演奏会、韓国、テグ現代音楽祭、ドクバーデン州立歌劇場管弦楽団定期、演奏会、ソウルパンムジークフェスティバル、イサム世界音楽の日々2001横浜大会、日本イコールチェコ交流2003、等々、 世界各地の音楽祭等で作品が演奏されている。また、東京フィルアジア館太平洋作曲家シリーズ、イサム世界音楽の日々2001横浜大会、日本イコールチェコ交流2003、シャミセンフェスティバル2003イン東京等を成功に導くなど、音楽プランナーとしても、精力的な活動を展開している。東京芸術大学、ナオミ学園大学、 現代法学研究所各常勤講師。日本現代音楽協会副会長。日本作曲家協議会。日本音楽著作権協会各会員。ありがとうございます。